またあのブーとは戦わねえわ。みんなの力借りて元気玉本家は自分だけの力。カカロット、油断するな。そっか、ちげえな。ならあれを見ろ。あ、ね、竹の目に居眠りなんてよ。俺たちの前で居眠りとはふざけ、俺が叩き起こし。起きた。それにしてもあいつ知るか、そんなこと。面白い。今度はこらだって。お前らサイヤ人にか戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。ああ、食べたい。最高。
つが。それにしてもまさかみんなで来るなんて。まさか、探していたんだぜ。嘘、私に勝てるつもりなんだ。おやつのくせに生意気ね。いいわ、そんなに食べられたいなら今すぐ。さあ、おとなしく私に食べられたも。ちょっと何？せっかくやる。わりわり、思ってた以上にお目が強くなってたから、どうせなら思いっきりできるように。バッ、悟空、地球へのダメージを考えたか。それもあるんだけどよ。ほら、地球以外の場所に移動するということか。一体どこに。あ、そうだ、いいと、ちょっと移動すっから、オラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？というわけで、ここで戦わせてくんねえか。はあ、お前ら海王神会を。しょうがねえだろう、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが。ああ、あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったら。ところで、なんでビルス様たちもここにいる。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に。それよりあんまり気を抜くのは感心しない。え、なんでいきなり。こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ、これだけいればスイーツパーティーが。オラたち食いもんじゃねえぞ。ああ、もう落ち着いていられない。嬉しくて私なんてなんてしないぞ。なるほど、それがおめえの力っちまった。Yeah!
よかった。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王深海をようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びはこの。しかし216号さんが助けようとした人のことは、今回の事件まだまだ謎だらけです。そんなこと知らないよ。それよりあいつがスイーツだって言うから、何か甘いものが食べそうですね。ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになると。ウィス、何をぼさっとした。おい、ただいま。真相が分かったらぜひ私に教えてください。おい、おい、聞こえるか？目が覚めたようだな。そうか、どうやらリンクシステム自体は正常に稼働したようだ。聞きたいことは山ほどあるだろうが、俺は16、突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っていると。とはいえ言葉だけではピンとこないだろう。現実だ。本来ならお前の精神は孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまない、何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だ。それはですか。あと少し遅ければどうなっていた。節電するまでもないですよね。
んは聞くべきことがいくつも。まずは何が起こっているのか状況を説明してもらいましょうか。あの地獄のお花畑に比べればパレードがない分よ。あなたは何か勘違い。この私が教えるという以上、私をこれ以上怒らせたくなければ知っているのでないと後悔することになります。ブリーズ、聞こえているな。俺にはお前が話だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今リンクシステム、自分の意志では木を放つことは多く、敵を殴り飛ばすことさえ叶わないはずだ。そこまで言うのです。今すぐあなた方を消して差し上げます。そうすればこの私を乗っ取ることなど不可能だと気づけば。さあ死になさい。聞いているか。先ほどから全く反応がないが、ふた、いや、ここで考えて。私は今確かに攻撃をしまい、一応言っておくが、なおとなしく諦めること。今の状況を打破する。それはそいつに肉体を操ってもらい。操ってもらい、つまりこの方に私の体を好きに。まったく、あなたボタンもなくば私外に影響を及ぼすことはできない。私は散々、私のそのようやく直接は、あいつが精神の主導権を明け、まあいい、話が早くなる分には問題。ごたくはいりませんよ。さ、覚悟なさい。私は今これで分かっただろう。戦いはお前のリンクの影響で動くことはできるだろうが、もし全く忌々しい男ですよ。私の力を封じるだけで飽き足らず。一つ誤解がないよう言って、リンクシステムを起動したのは俺だが。何ですって。奴の名は人、数多くの戦闘を経験。食い止めるです。その話が本当なら21号を消し去れば済む話です。そんなことをすればこの私を脅すつもりですか。精神と力の封印を解く方。ふざけ、とはいえこのままでは拉致が開かない。私の中に居座る雑魚、実に腹立たしい話ですね。まったく、こうなった以上は仕方がありません。私の名を汚さぬよう命がけで務めを果たしなさい。Ready? Ha! Nasio! Ha! Ha!
できるのです。お前もぶち壊す。まあ、少し話せたところでいいでしょう。今つぶしに私の。雑魚かと思いましたが、少しはやるようです。手加減したとはいえ、この私の攻撃を受けて生きているとは。ま、待て、いや、待ってください。なるほど、ご自分の身の程はわきまえ。もう、申し訳ございません。以前、フリーザ様の下で働いていたサイヤ人ナッパ、ご無礼をお許しください。以前お会いした時とフリーザ様の姿。おや、あなた、この姿、しかし自分の主人も見め、めそのフリーザ様のためならたとえ火の中。その言葉にならば、私のために存分に。それにしてもあなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば、16号を尋問することもたやすいでしょう。黙りなさい。あなたの希望など聞いていません。自分の身の程をわきまえない愚か者に罰を与え、まさかとは思いますが、あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか。
スだとしたら甘すぎて奴の真意は分かりませんが、何か別の目的、本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのこと。私にそのような口を聞くとは。いえ、誤解です、フリーザ様。これはフリーザ様の中にいる。まそういうことにしておいて、アギナッパさん、あなた程度でもそれ相応の働きができなければ。もちろんです。いい心がけです。フリーザ、何か言いました？何も。